国際情報オリンピックは1989年から毎年行われる高校生を対象としたプログラミング能力を競う国際大会である。1カ国あたり最大4人の選手が参加できる。2005年のポーランド大会では72カ国276人が参加した。日本から参加するには日本情報オリンピックに参加する必要がある。回答言語は ほとんどの選手が C を使用している。テストは2日間あり、各1日5時間で3問ずつに挑戦する。各問題は100点満点で採点され、満点は2014年現在600点である。各プログラムには実行時間やメモリの制限があり、その制限がアルゴリズム上の工夫を要し、問題を難しくする。採点は入力データに対して、 正しい結果を返すかどうかというコンピュータによる自動採点で行われる。採点の結果、上位1、12には金メダル、次の2、12には銀メダル、次の3、12には銅メダルが授与される。2020年時点日本は1994年から1996年の間国際大会に参加しており、 その後9年間の中断の後、2006年から参加している。成績1996年までは日本からの世界、大会参加者は2名、2006年以降は4名、日本人金メダリスト、ありがとうございます。